8月2日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は若干眩しくなってきてるんですね、日差しが見えてまいりました。ただ雲は相変わらず上空覆っているという、一部から、その日差しが出ているのが浜松町です。ラジオ機のあなたの周りいかがですか。気温は 22.4 度、比較的涼しいですね。今日もしかし関東は雲が多く、晴れ間があっても一時的です。朝晩中心に所々雨が降る見込み、ただ昨日のようにですね、このゲリラ豪雨とかゲリラ雷雨というものはなさそうです。日差しが少なく海からの東風、これが吹くために最高気温昨日より4度前後低くなるでしょう。東京都心で28度、横浜前橋27度、埼玉26度の予想です。平年と比べると4度前後低いでしょう。若干暑さ和らぎますね。東京地方今日は曇り、明日は曇りのち時々晴れ、そして、注意報を見てみますと、濃霧注意報が千葉県の北東部、そして茨城県、栃木県、群馬県、あとは海沿い波浪注意報が茨城県の北部と千葉県の北東部に出ています。また大雨注意報が神奈川県東部に出ています。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。三橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝2時2分にね、ありましたね、揺れがありました。東京も私なんか結構大きいぞと、なんか長かったんです。長かったんです。長かったんです。確かにそうですね、気象庁によると、今朝午前2時2分ごろ、茨城県北部を震源とする地震があり、福島県の白河市、茨城県水戸市、栃木県宇都宮市、千葉県柏市など関東地方の広い範囲で震度4の揺れを観測しました。東京23区でも震度3を観測しています。震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.5 と推定されています。地震による津波はありませんでした。東京電力によりますと、この地震による福島第一原発に新たな異常、これは確認されなかったということですね。この時間その2時2分というですね、まだお休みの方が多かったと思うんですけれども、改めてこの地震の備えというのは大事です。ラジオ機の方からいろいろこういただいてますね。ラジオネーム浦和のうなぎ日記さんという方からです。埼玉市にお住まいの方ですね。今朝の地震びっくりしましたね。うちは2階のトイレ水が出なくなり、1階は出るに出たけど、なんともちょろちょろで心細い。それが1時間くらい前からようやく勢いよく出るようになりました。埼玉市でもこんな状況なんだからと、震源に近いところの方が心配になりました。台風も近づいてくるみたいだし、改めて防災の準備が必要だなと思う、今朝ですと。あとはラジオネームくみちゃん、豊島区にお住まいですが、夜中の地震震度5くらいに感じました。認知症の父親は朝からパニックですと。あとはこちら越谷にお住まいの方ですね、ステイチューンさんです。昨夜の地震、実際の震度よりちょっと大きく感じました。震災2週間後に生まれた今年6歳の孫娘、怖いと言ってしばらく私の腕にしがみついていました。2011年に生まれたというね、お孫さんですね、怖いと言っていたということなんですが、改めて三橋さん、やっぱり地震の備え、あと台風もですがね、はい、災害には備えが必要ですね。そうなんです、で当然民間もやるべきですけども、はい、政府もやるべきですね、やってないんです。はい、はい、やってません。やってません。それいろんな意味でやってない。マクロで数字減らしてるから、はい、だから当然、例えば社会保障、マット出てきますけど、社会保障が増えるんだったら、はい、じゃあ防災削りましょうってやってるんでしょ、本当に。そういう国なんです、僕は。はい。これはね、以前からお話いただいてますけれども、はい、どこか増やすとどこか削るというね、財政収支というところをこう見て、プライマリーバランスですよね。はい、優先順位完全に間違えてるんですよ、今日本政府は。だけれどもね、この防災という面からしてみると、この30年で首都直下型地震が起きるのが 70%、はい、70%、南海トラフの地震だって同じ確率で起きると言われてます、はい、何かやっていかなきゃいけないと、おそらくラジオ機の方も思ってるんですが、はい、これ国がやっぱり率先してやってくれないとね。そりゃそうですよ。だって使える額が違いますからね。私たちは数十万じゃないですか、せいで出せて、はい、で政府は数十兆円とか出せるんですよ、それで国民を守るっていうのができるのにやらないっていうことですね、でそれが引いてはその経済にもつながっていく、デフレですから、ね、はい、当然やるべきなんですけどね、そういう意味でもね、は
はい、まあ、それがなかなかこの動いていかないというのが現実のようですね。そうなったらですね、まあ、それで、我々はどうすればいいかって言ったら、少なくとも自分たちでできることはやっていかなきゃいけない。自分たちを守ることはできますよね、はいはい、でも共同体を守ることはできないですよね。そうですね、はい、という、でそこ部分っていうのはもう政府が出すしかないんですよ、はいはい、まあ、でも最低限やるべきことをやるしかないんですけどね、我々はね、はい、まあ、もう一日も早く政府も動いてもらいたいですけどね。その通りです、はい、今朝もあなたの周りの情報をお寄せください。メールはtera@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、ハッシュタグは tra1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より大玉スイカプレゼントします。当選者の発表はエンディングで、三橋さんね、あと加えてですけども、昨日ゲリラ雷雨とかゲリラ豪雨があって、はい、まあ、東京なんかでもこの下水ってのは50ミリ1時間に、はいはい、この雨量までは、まあ、許容範囲はあるけれども、うん、それ以上になると、例えば昨日神奈川だとか千葉だとかね、はい、もうマンホールの蓋が上がっちゃって噴水状態だとか、あれはだから1時間にそれこそ100ミリとか、はい、80何ミリとか降るとああいう風になっちゃう。だから全体になってないんで、はい、そういう部分の強化とかもしなくちゃいけないんですよね。そうですね、はい、まあ、それはお金はかかることはかかるけど、このところのその気象状況ってやっぱり雨変ですよね。そうなんですよ、雨変です、はい、ゲリラ雷雨っていうくらいで、うん、もう短時間にどしゃーですから、1時間100ミリとか降るわけですよね。そうです、はい、となったらそれに対応していく、やはりその下水ってものも強化していかなくちゃいけません。いかがですもんね、はいはい、時刻6時7分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。8月2日水曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。三橋さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー、ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、社会保障給付最高114兆円。国立社会保障人口問題研究所、昨日2015年度の年金や医療、介護などの社会保障給付費が前の年度と比べて 2.4% 増えて114兆8596億円となり、過去最高を更新したと発表しました。高齢化の進展、高額な医療費の使用、これが増えたことに伴って医療費伸びたことが影響しました。分野別に見ると年金の給付費が 1.1% 増、54兆9465億、全体では 47.8% を占めました。医療費 3.8% 増、37兆7107億円、全体の 32.8%。 医療費の増加率、2013年度14年度の 2% に比べて大きくなっています。そして介護費 2.3% 増の9兆4049億円、介護報酬のマイナス改定に伴って過去最低の増加率となりました、うん、この114兆円という数字が出てきたんですね、はい、これ、うん、はい、いかがでしょう、ね、まず、はい、ちょっと重大な事実を申し上げなくちゃいけないんですけど、はい、この問題、社会保障が高齢化によって増えてきますよっていう問題、はい、これ問題からしたら問題じゃないんだけど、実は、この現象ですね、はい、この現象がその財務省の緊縮財政の大元にあるんです、はい、90年代にこれから高齢化で社会保障が増えるというのは明らかだった。当時はね、60兆円だった、はい、そろそろ倍ですよね。そうですね、そろそろ倍でしょ、こんなこと分かってたんですよ、話から、でもね、今も昔も日本デフレだったんだから、うん、政府が普通に赤字国債発行して支出していけばですね、はい、デフレにならなかったんですよ。ところが、うん、財務省がお小遣い帳の発想で、これから社会保障が増えると、まあ、実際増えてるわけですね、はい、だからってことで、橋本政権の時に97年11月にですね、はい、財政構造改革の推進に関する特別措置法っていうのを法律を作っちゃったんですよ、はい、
それはね、まず社会保障の支出の増加を可能な限り抑制する。だから介護報酬削減とかやってるんですよ、今。で、それだけじゃないんですよね。プラス、その公共事業を、教育費、科学技術予算、防衛費、農林水産予算、それでエネルギー対策費、中小企業対策費、全部削れと。まあ、簡単に言うとそういう法律なんですよ。という、そういうバカなお小遣い帳発想の法律作って、緊縮財政やったから日本はデフレで、今頃本当は、はい、GDP1000 兆円超えるところがですね、まあ、まだ500兆円っていうような、そういう貧困国家になっちゃったんです。だから、社会、多分ね、この最高114兆円って多分煽ってるんでしょ、同時新聞は。はい、これが、まだしも増えてるから日本はそんなデフレにならなくて済んでるんですよ。だって支出、これは、例えば、この中の医療費っていうのを、医療費と介護費は、そのまんま GDP になります。はい。はい、で、年金も大体まあ、ほとんど使うんだろうから、年金受給者がそれも GDP になりますよと、はい、もしこれが例えば社会保障が50兆円だって言ったらに日本の GDP も50兆円ぐらい少ないですね。なるほど、そう、要は経済とお小遣い帳違うんだけど、はい、多分これを聞いているリスナーの方々の8割以上も多分頭お小遣い帳だから、はい、社会保障が増えて大変だって言いたいんでしょうけども、そんなことはない、そんなことはないですよ、はい、だからこれが114兆円だろうがね、130兆だろうが150兆だろうが、もうそれはどうでもよくって、はい、でそれに対してちゃんと支出すればいいんだけど、でも現実は抑制してるんですよ、これでもむしろ、はい、それが問題なんですよ、むしろ、はい、あとは消費税だってこれ社会保障費のために使いますっていうね、つまりお小遣い帳の発祥で社会保障が増えるから、はい、公共事業とか減らします、はい、もう愕然とするほど減らしましたと、プラス増税ってことで消費税が2回増税されたんです、はい、で、まあ、消費税蓋開けてみたら、はい、もう経済がね、はい、経済が失速して、はい、で GDP が減って、はい、で税収が減って16円で減りましたよね、見事にね、はい、そうすると結局赤字国債発行だ、国の借金で大変だって、もうわけのわかんないことやってるの、根本が間違えてるからなんですよね、はい、三橋さんの言葉を借りれば、だからお小遣い帳感覚で、そうです、国のこの財政との見ちゃいけないってことなんですよね。当たり前ですね。昔は家計簿だって批判してたんだけど、もう家計簿どころじゃない、お小遣い帳、うん、はい、これが財務省なんです、はい、その社会保障給付費ですけれども、国民が利用した医療あと介護などに対して国や地方自治が支払った費用のことです。で、主に税や社会保険料を財源として国民の自己負担を含んでいないということなんですね、まあ、ただ社会保障給付費の総額、統計を取り始めた1950年度以降毎年過去最高を更新している。ただこれは三橋さん、もう先ほどのお話で分かってたことだ。そうですよ、ってことなんです、ね、で需要の拡大ですよね、はいはい、まあ、インフレの時はね多分大変なことになると思うんだけど、ええ、デフレなんで、はい、この社会保障の拡大がまだしも日本の需要不足をちょっと食い止めてます。はあ、はあ、はあ、これはちょっと私も勉強になりました。でもよくよく考えてみたらそうでしょ、ええ、そうですね、だってこれからますます高齢化してくるんですよね。いいじゃないですか。高齢化の皆さんには、高齢者の皆さんにはね、もうどんどん長生きしてガンガン金使っていただきたいんですよね、はい、なんかね、日本の高齢者の皆さん自身が高齢化を問題だと思ってるんだけど、逆ですからね、はい、はい、皆さん需要なんですからね、はい、いっぱいお金使ってください。はい、続いてはこちらです。日本経済新聞、牛肉輸入制限見直しも。政府は昨日、アメリカ産などの輸入の冷凍牛肉の関税引き上げる緊急輸入制限措置、セーフガード、これを発動しました。今年4月から6月までの冷凍牛肉の輸入量が前の年の同じ時期より 17% 余り増えて、緊急の輸入制限を発動する基準を超えたとしたためなんですね。関税率およそ3割引き上げられ、従来が 38.5% だったのを来年3月末まで 50%に引き上げます。これを受けて麻生財務大臣、アメリカに対して14年ぶりに発動した牛肉へのセーフガードについて制度の見直しに言及しました。発動を見極めるまでの期間、今の最短3ヶ月から半年程度に伸ばす案、これが軸になります。まあ、今回のように一時的な輸入増だけでは発動しないようにするということで、秋に日米の対話、これを控える中ですね、アメリカからの批判をかわしたい思いもにじんでくると。日米経済対話の新たな火種になるのかどうかなんですが、三橋さん、これいかがですか。属国ですね、本当に、ね、なんで交渉もしてないのに、はい、事前にこんなこと言うんでしょうかね、はい、最後の最後でね、これ譲歩するというのは分かりますよ、はいはい、ただもう事前に言っちゃうわけですよね、三橋さん、はい、忖度です。忖度です。アメリカの心を忖度してでもね、アメリカの心、アメリカ様の心を忖度してもね、日本何にもね譲歩してもらえませんよ、絶対に、はい、で、これ面白かったのが、はい、アメリカ
の、その農業関係者の方々文句言ってるわけですね。はい。それに対して、麻生財務大臣が、うん、いや、TPP がもし批准、発行していたら、こういうのできなかったよ、と。皮肉言ったんだけど、ということはそういうことじゃないかと。はい。もし TPP に入っていたら、こういうセーフガードとかで日本の牛肉産業を守ることすらできないんですよ、と。麻生財務大臣は皮肉で言ったんだろうけど、これが TPP の実態なんですよ。はい。だから日米 FTA なんかやったら、もうこんなこと絶対できません。はい。だから日本の牛肉産業を守ることできなくなるんですよ。それでいいんですかっていう議論ちゃんとするべきじゃないんですかね。はい、まあ中にはですね、二国間で折衝するんだからこれは残すべきだと思ってるかもしれないけど、残させてくれるはずがないじゃないですか。そうです、そこなんですよね。はい、他のものでじゃあいいよ日本と。まずTPP のラインが最低、情報ラインになりますから、もうその時点でセーフガードなし。はい、まあ、以前から三橋さんおっしゃってましたけども、はい、現実そうなってくるんですね。そうですよ。はい。はい。でもこれセーフガード見直しするんですかね。だからやるんだったら最後の最後ってわかるんだけど、はい、なんでもう今言うんですかね、はい、本当に情けない、はい、はい。続いてはこちら、朝日新聞、原発新しく増設明記見送り、政府が3年ぶりに見直すエネルギーの基本計画めぐって焦点となっている原発の新設新しく作る、あと建て替えについて明記を見送る方向となりました。今の計画、原発を重要なベースロード電源と位置づける一方で、新しく増設することについては触れていません。原発関連業界などから見直しで盛り込むよう求める声も出ていました。経済産業省、原発に対するこの世論の反発、根強いことなどから、新しく増設するという表現を盛り込むことは、時期尚早との判断に傾いているということです。この判断に関してですが、三崎さん、いかがでしょうか。まあ、政治的にはそうなんでしょうけど、私が独裁者だったら盛り込めって言うと終わりですけどね。ただ、現実はまあこういう感じにならざるを得ないんだなと思いますけど、とりあえず、とにもかくにも止まってる原発再稼働しないとダメですよ。どんだけ天然ガスと原油をボロボロ燃やしてるんですかって話ですから、今ね。はい、一方ですね、現在ある原発について経済産業省は再稼働を進める方針です。廃炉を決めていない原発全国で42基あります。これまで再稼働したのは5基、これを2030年までに30基程度に増やせば達成できる計算だということなんですね。まあ、再稼働に対する姿勢ももちろん厳しいものがあります。再稼働を進めるというこの判断なんですが、はい、これどうなっていくのか。判断も何も他に選択肢ないと思うんですけど、あ、そうですか。はい、いや、例えば原発動かさなくても、はい、あるいは天然ガスとか原油をバリバリ燃やさなくても日本のベースロード電源が確保できるってならいいですよ。はい、その方法ないんで、他に選択肢ないですね。はい、バンバン燃やしていいじゃないかって人もいるんでしょうけどまず日本の貿易赤字がそれで増えますね。あとはそれ、天然ガスとか原油っていうのはこれは要は有限な資源ですからね。はい、で例えば原油とかお洋服とかにもなるんだけど、それを燃やしてるわけですよ、ただ日本は。はい、そういう意味でやっぱり原発、他にないですもんね。例えば核融合炉とかね、実現したらそれはいいんですけどね。はい、それに頼ればいいんだけど、もう他今は選択肢がないと思います。まあ一時はね、太陽光発電いろいろと話もいただいてますけどベースロードじゃないんであれはねえ、はい、現実はそうだって現実は無理ですよね、ことなんですね。はい、続いてはこちら、読売新聞、教育無償異論相次ぐ。自民党憲法改正推進本部、昨日党本部で全体会合を開いて、党内で検討する憲法改正4項目のうち、大学などの高等教育を含む教育の無償化議論しました。安倍総理、高等教育の無償化に前向きな姿勢を見せていますが、会合では無償と明記する改正に反対意見も出ました。出席した人からは、法律で給付型の奨学金制度を設ければよいなどと、学生や保護者の負担軽減で対応すべきだという声が相次いだということなんですが、三崎さん、この高等教育の無償化なんですか。いや、法律でやればいいじゃないですか。なんで憲法なんでしょうね。はい、本当にわからない。分かってるんですよ。要は、多分こういうことなんですよ。はい、例えば憲法9条と教育の無償化を2本、憲法改正ってことで出すわけですよ、国民投票に。はい、で、それはバラバラ。例えば、憲法改正は丸ですか、罰ですかと。あ、憲法改正は9条ですね。9条改正は丸ですか、罰ですか、はい。教育無償化丸ですか、罰ですかってやると、はい、憲法9条の改正に罰つけたとしても、はい、教育の無償化に丸つける人は多いと思うんですよ。はい、多いですよね、多分。すると、その教育の無償化だけ通って、安倍総理はめでたく初めて憲法を改正した総理大臣ってことで名が残るんだけど、その反対側で憲法9条の改正が否決されちゃうから、もう50年できないですね。そうなったら。っていうような横島な意図があるんじゃないんですかと。じゃなきゃ、そうじゃないというのは、なんで法律でできるような教育無償化をわざわざ憲法に乗っけてくるのと言いたいですね。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。
時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。この時間三橋さんにお話ししていただくテーマ、こちら、北朝鮮ミサイル問題に万全を期す日本。この時間は北朝鮮のミサイル問題について伺います。先週の金曜日の深夜ですよね、土曜日に日付が変わるちょっと前でした、うん、北朝鮮が弾道ミサイルを発射して日本の排他的経済水域に着弾しました。三橋さん、この、はい、今回のミサイル発射、北朝鮮のどういう、うん、あのご感想ですか。あのアメリカでね、その安全保障を担当する、まあ、物理学者さんの計算によると、今回の弾道ミサイルっていうのは例のロフテッド軌道を描きまして、通常の軌道だと1万キロメートル飛行可能な性能だったと考えられると、はい、するとアメリカの西海岸に届くんですよ、はい、ところで北朝鮮はしかもね、ミサイルをあの内陸部から、はい、で夜に発射するってことで、よくわからないようなアメリカがわからないところからアメリカの西海岸に届くミサイルを発射できますよっていう支援能力っていうのをアピールしたことになりますね、はい、まあ、これまで昼間でしたからね。そうでした、はい、これが今回夜ですから、うん、となると北朝鮮の狙いなんですが、はい、これも明らかで、北朝鮮の狙いっていうのはその冷戦期のアメリカとソ連の間で成立していたあの相互拡張破壊、はい、つまりいざあの攻撃された場合にはこっちも必ず攻撃しますよというようなそのお互いの認識ですね、はい、はい、結果、核戦争起きなかったんですが、その潜水艦のね発射さん、あの弾道ミサイル、まあ、SLBM 含んで、予測不可能な箇所から西海岸や何東海岸に届くようなミサイルを発射できるってことを示すことで、それが盾になると。はい。はい。要はアメリカがまあ攻撃してきたら、じゃあやり返しますよっていうのをアメリカ側に認識させるっていう形で盾になるっていうような形の、まあ、ある意味真っ当な戦略に基づいてやっていますよね。で、それに対して、その日本政府は何やってるのかなっていうのが本当にね、つくづく思うんですけどね。はい。はい、安倍総理、今年3月北朝鮮が4発のミサイル同時発射した時がありましたが、国民の安全確保に万全を期するというふうにコメントしてます、はい、他にも5月高度な警戒体制を維持し国民の安全確保に万全を期す、はい、28日先月ですね、国民の安全の確保を第一に万全を期したい、はい、万全を期す、万全を期す、毎回毎回万全を期すって言うんですけど ね、万全を期すというのは、はい、落ちや抜かりなどがないように完璧にあの備えることを意味しています、はい、で一体全体ね、その日本が北朝鮮からのミサイル攻撃に対してね、うん、国民を守ろうとした時にその落ちや抜けがないようにね、はい、完璧に準備することなんかねできるんでしょうかね。あ、できるはずがないんですよね、できるはずがない、はい、で総理はその万全を期すっていう、まあ、要は抽象論でごまかしてるわけですよ、うん、なぜなら万全を期せないから、はい、日本は万全を期すことできません、はい、というわけで、はい、むしろね、日本国はつまり私たち日本政府は、私たちつまりんだけど日本政府は、はい、日本国民の皆さんを守るために万全を期すことはできませんというふうに事実を国民に説明するべきだと思います、だって事実だもん、はい、はい、それが事実ということなんですよね。あと、あの北朝鮮に対するアメリカの対応にもですね、注目が集まってるんですが、はい、こちらいかがですか。アメリカ空軍はですね、あの先月、まあ、7月の30日に、はい、その28日のミサイル発射事件を受けまして、あの朝鮮半島の上空であの戦闘機2機を飛行させたと、はい、いうことを明らかにしていますね、で、アメリカ太平洋空軍の、テレンス、オーショネシー司令官は、はい、北朝鮮は地域の安定にとって引き続き最も差し迫った脅威だと、うん、要請があれば任意の場所とタイミングで迅速かつ壊滅能力のある圧倒的な力で対応する用意があるとコメントしています、はい、もちろんこれはホワイトハウスの指示なんでしょうけどね、はい、まあ、ただですね、そのアメリカトランプ大統領、なんかスタモダモしてますしね、うん、あとはその北朝鮮まず意の一番に批判するかなと思ったら中国に大変失望しているって言いますね。 それはまあだって4月の、その、米中首脳会談で、はい、習近平国家主席に直接話して、はい、で北朝鮮について何とかしてくれと、その代わり中国の例えばね、中国に対する為替操作国認定とかはやりませんという、はい、その飴を出してそれで働けっていうふうに、あの教えて叩いたわけですよ、実際何もやらないですよね中国、はい、ということで、まあ、それは失望してるでしょうけど、鼻から分かってた話でしょ、そんなのはと、はーはー、中国はできませんから北朝鮮のコントロールは、少なくとも習近平政権は、はい、はい、となると今
今後どうなっていくのかですね。どうなっていくのか。私ね、この北朝鮮問題が出るたびに、その、例えばアメリカはどうすんだとか、中国はどうすんだって話が出るけど、まず今一番に考えなくちゃいけないのは、日本がどうすんだだと思うんですよね。はい。ということで、私は早期にですね、総理大臣に、安倍総理に、我々、日本政府は国民を守るために万全を期すことはできませんと説明して、だったらどうすんですかと、例えば敵基地反撃能力を保有しなくちゃいけないんじゃないですかとかね、あるいは、核武装を議論する必要があるんじゃないですかっていうような、そういう、まっとうな対応をしてほしいんです。はい。はい。もう、だからそれができないから、いや、万全を期す、万全を期すって言ってるわけでしょ、と。はい。言葉の上での安心。完全な抽象論で、じゃあ万全を期すって具体的になんだって、なんでマスコミは問いかけないんでしょうね。そんなものないんです、そんな方法は。はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは、経済評論家、三橋貴明さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、安倍総理、明日内閣改造、あと党役員人事を行います。小野寺元防衛大臣を、防衛大臣に起用する方針を固めたというニュースが入ってきています。はい、まあ、文科大臣、文部科学大臣として、大臣経験者の伊吹元衆議院議長に打診したんですが、固辞された、まあ、断ったということですね。はい、総理の打診、固辞する動き、これが表面化したことで、総理が狙う局面打開の勢いが削がれる可能性もあると、まあ、これ、朝日新聞なんですが、伝えています。まあ、今回、明日内閣改造なんですが、やっぱりこれポロポロ出てくるもんなんですね。出てきますね。ねえ。私は個人的にはその小野寺さんについて、なんで防衛大臣外したのかなとずっと思ってたんで、はい、これはまっとうな人事だと思いますけど、でもいずれにしてもね、もう支持率が 20% まで落ちてるわけですよね。で、20% まで落ちた内閣が 50% とかまで戻した例っていうのは、小渕内閣だけなんですよ。過去の例が。他に例がないの、一切。で、なんで小渕さんが戻せたかというと、大々的な財政拡大やったからなんですよね。はい、デフレ対策ってことで。で、本当に総理が、もっと長期政権やりたいんだったら、もう財政出動に踏み切るしかないですね、手は。ただ、そのためには例のプライマルバランス黒字化目標っていうのがですね、ずっと壁になっちゃってるから、はい、あれ外さないと話にならないですね。はい、だから誰が、どういう閣僚で内閣、人事にしたって同じです。はい。はい。どうしても。どうやったって PB 目標っていうの外さないと。だって基本的に政策っていうのは予算ですよね。はい。で、その予算的に制約があれでかかっちゃうんですよ。何やるにしても PB っていうのが立ちはだかります。プライマリーバランスというのが、はい、立ちはだってくるということなんですよね。まあ、閣僚はですね、これまで総理が骨格と位置づける麻生太郎副総裁兼、財務大臣、副総理兼財務大臣、あと菅官房長官、岸田外務大臣、世耕経済産業大臣、この留任が決まっているということですね。うん、はい。麻生さんが財務大臣に残るってことは、はい、その PB 黒字化路線は維持するってことでしょ。はい。ということなので、まあ、まず上がらないな支持率だと思います。そういうことなんですね。はい。はい、さあ、それではここからはですね、三橋さんにこのテーマでお話しいただきます。人口問題から考える日本と世界。厚生労働省が先月28日に発表した日本の有効求人倍率、前の月と比べて 0.02 ポイント上昇、 1.51 倍となりました。この数字、仕事を求めている人に一人に対してですね、求人、仕事がですね 1.5 あるわけで、仕事を選ばない限り 100% 就職できるということになります。はい、三橋さん、これはまあ非常にいいこと。1.51 っていう有効求人倍率、つまり、はい、求職者1人に対して 1.5 仕事があるってことですね。はい、これがどれぐらいすごいことかというと、バブル期で 1.4 だった。はあ。それ上回っちゃってるんですよ。そんなに景気いいんかっていう話だったらよくないんだけどね。はい。しかもね、正社員に限った有効求人倍率も 1.01 倍と、統計史上初めて1倍超えました。まあ、統計取り正社員でですよね。そうそうそう。まあ、統計取り始めたのは正社員は確か2004年ぐらいからなんだけど、でも初めて1倍超えましたと。もうお分かりでしょうけど、少子高齢化で生産年齢人口対総人口比率が下がってってるんですよね。はい。それはまあ、改善するに決まってて、で、これが終わっていない以上、我が国の人手不足っていうのは今後、毎年深刻化していく、はい、ここがポイントです。今人手不足で大変だじゃ済まないんですよね。毎年深刻化していきます。はい、でもこの人手不足を移民じゃなくて、うん、
生産性向上、今いる人間一人当たりの生産量の拡大、そのための投資で埋めたとき、はい、日本はね、再びね、高度経済成長するかもしれない。ってぐらい絶好のチャンスなんですよ。なぜなら高度経済成長がまさに人手不足を生産性向上のための投資で埋めたから起きたから。そうかそうか、過去にそういう例があるってことなんですよね。全く同じ状況になるってことなんですよ。一人が働く、例えば私なら私が働くその効率化、うん、はい、ね、今だったら1とするならばそれが 1.2 とか 1.3 ぐらいこのね仕事をこなすことができるのであれば、まあそれは機械の力を借りたりだとか、うん、技術の力借りたりとか、はい、あと慣れ、ああ慣れこれも重要なんですよね。そうかそうか、そういったものでいくならばという、そういうことですことなんですね、はい、ただその経済的に今のまま落ちることなくいったとするならば、うん、そうするとこの有効求人倍率っていうのは、上がっていく、上がっていくでしょうね。さらに私下がる要素が何もないと思いますね。失業率も 2.8% までまた3% 切ったじゃないですか、はい、これ 2.3% までいきますよ、はい、で 2.3% ぐらいまで下がっちゃったらもう人を雇えないって考えてください、経営者の皆さんは。完全雇用その数字なんですね、はい、2.3 過去の数字で見る限りそうです、はい、さてその日本はですね、少子高齢化とかが要因で、まあ、人手不足、雇用の改善という状況ではありますが、うん、世界に目を向けるとどうなんでしょう。これ真逆になってるんですよ。はい、日本が、まあ、例えば人手不足になってますとか、はい、雇用が改善してるっていうのは、これは少子高齢化という日本にしかない要因で起きている特殊事情なんですよね。はい。はい。で、なんで日本だけ、それは少子高齢化が日本だけだったから。はい。世界はね、逆で、人口爆発って問題を抱えてるんです。はい。で、例えば今、北アフリカからヨーロッパを目指す難民、移民の、玄関口は今イタリアになっちゃってるんですよ。はい。ちょっと前までギリシャだったんだけどね。で、IOM、国際移住機関によると、今年に入ってから地中海を密航して、イタリアにたどり着いた難民移民の数が、先月25日現在で 93,417 人、はい、1年前と比べて5000人増加してる、増えてる、増えてます、はあ、まあね、これだけいろいろ国がありますよ、ヨーロッパでも、はい、でもどうしてそのイタリアなのかということ、うん、イタリアにたどり着いた移民難民が増えているのかと、はい、いうところですよね。少し前まで、はい、まずトルコからギリシャに渡って、でハンガリーなどを抜けてドイツに抜けるというバルカンルート、はい、これがメインだったんですけども、トルコが渡航規制してます、EU からの要請で、はい、だギリシャに入れないんですよね、というわけで難民はみんなリビアから、はい、地中海渡ってイタリアに行く中央地中海ルートっていうのが今メインになっちゃってます、はい、で2016年、昨年ですね、昨年中央地中海ルートでイタリアに渡った難民移民の数が、はい、対前年比2割増の18万1000人、はい、20万人近い方から入ってます、はい、2割、だから2割増えてる、2割増えてる、2割増えてるってことですよね。で増え続けてるんですね今、はい、でさらに怖い話なんですけどね、今のリビアって統一政府がないんですよ。はい、はい、つまり取り締まりする人がいないんですよ、政府がないってことは警察もないってことなんですよ、はい、ということでリビアを拠点に移民や難民をイタリアに送り出すビジネス、人を、売る、まあ、はっきり言うと売るってことですね、はい、人を売るビジネスが勃興しまして、でそのブローカーが大いに潤ってるわけです、はい、結構高いんですよこれが、イタリアのメディアによると、その密航料金ね、はい、1人およそ22万円。22万円払って、イタリアに渡らせてもらうっていう、そういうビジネスですね。はい、で、しかも、みんなのゴムボートとか漁船にすし詰めにされて送り出されます。よく見ますよね、いますよね、その映像とかね。で、密航業者たちはもちろんその密航者のね、安全なんか何にも配慮しないんですよ、はい。というわけで、転覆や沈没による死者が続発しておりまして、昨年の地中海における死者、行方不明者の数は5000人超えたんです。はぁ。もう命がけですよね。そうです、ね。それでも20万円払って、で、ヨーロッパに渡ろうとするんですよね。よくグローバル化って言いますけど、はい、人物金のね、国境を越えた、その、うん、まあ、移民、移動とか自由化とか言いますけど、これもまさにまさにグローバル化ですよ。まさにグローバル化ですよ。だから、はい、リビアが統一政府ないし。ないから政府の規制がありません。国境もないんですよ、だから要は、はい。ということで、自由に市場でですね、みんなそのブローカー選択してお金払ってイタリアに渡るって形で人が移動するっていう。まあ、ある意味究極のグローバリズムですね。これどうですか、イタリアこのまま移民が増え続けることになるんですか、うんうん、これね、ちょっと怖い話なんですけどね。皆さんは今イタリアなりギリシャなりに難民が入っているのは、例えばシリアの内戦問題がメインの理由だと思われてますよね、はい、多分違うと。スプートニク氏ですね、ロシアの興味深い記事に載っけたんですけどね、はい、このままだと2065年までにイタリアの人口の 40% が移民になるそうですね。はあ。で、原因はね、これシリア内戦とかじゃなくて、アフリカ大陸における人口爆発なんですよ。はい。人口増えちゃって、増えちゃって。で、アフリカの人口は、今世界の 9% なんだけど、今後100年で 25% を占めるようになるだろうと。はい。そうするとですね、逆にヨーロッパはですね、22% から 7% に減ると。するとですね、
あ、すみません。アフリカの人口がその 9% からその 40% に増えると。はい、世界の 40%。するとですね、もうその時イタリアの国内の移民数っていうのは国内人口の 40% を超えるのは間違いないと言われてます。そこの計算なんですね。はい。だけど今のお話ですと、その予想通りにいっちゃうと、シリアとかイラクでの内戦、うん、はい、まあ、これが終わったとしても、移民難民の増加は止まらないってことですね。だから怖いですね。だから怖い。日本の場合は、その少子高齢化によって、まあ、人手不足になっていって、まあ、有給求人倍率上がってますけど、はい、人口、これ人口構造によるもんなんで、政権が変わろうともね、続きます。はい。これ断言しますけど、それはそう、人口構造ってなかなか変わんないから。逆に、そのヨーロッパの人口の縮小と、アフリカの人口爆発っていう、この人口構造は、続くわけですよ、はい、ということはですね、この今後ヨーロッパは数十年間最低でも、はい、アフリカ大陸からの移民の流入に苦しめられることになります。だ毎年何十万人できますからね、はい、となるとですよ、現実イタリアは何か対策しなきゃいけないわけですよ ね、うん、これね、落ち着いて考えてみていただきたいんですけど、もしイタリアの人々がイタリア国民のイタリアってのを望むんだったら、はい、それは国境を閉鎖するしかないですよね、はい、でも、海からやっていくんですよ、はい、地中海越えて、どうしたらいいんでしょうね、うん、移民船を追い返すか、もしくは撃沈するっていうような、はい、現代の価値観ではなかなか強要しがたい国家権力を使う必要があるんですけども、できるでしょうかね、多分できないと思います、はい、ということで、うん、今後イタリアには毎年何十万人もの移民が北アフリカから入ってくることはもう確定なんですよ、これ、はい、である敷地ね、一定の敷地超えると社会が受ける痛みに耐えかねて、イタリア多分ね、難民を外国に追い出そうとする、はい、国境を越えて、つまり EU ですね、はいはい、今はイタリアで止まってますけど、全部イタリアから追い出そうとすると思うんですよね、はい、そうせざるを得ないと、EU、他の EU 域内に行くということですね、はい、となると EU ってどうなるんですかね、もう瓦解するでしょうね、は間違いなくそれは言えるのはですね、例えばハンガリーとかポーランドといった国々は絶対国家防衛します、はい、それは止められないと思います、国を守る、守るために国境を閉鎖すると思いますね、はい、はい、そうで、そういうことをやると、人の自由、移動の自由っていうのを前提にした欧州連合っていうのはもうおしまいだなと、いや、今その国家権力で国家を防衛する、他に方法ないですよね、なんかで多分ね、こんな状況でね、日本が、まあ、人手不足ですと、はい、で外国人労働者来てくださいなんて、外国世界の移民に門戸を開くなんてやったらどうなるんですかと、もう本当にね、真面目に考えてほしい、今のイタリアの惨状を見て、なお日本の人手不足を外国人労働者でなんて言ってる国会議員と議員がいた場合はですね、彼らは政治家失格だと言ってほしいんですよ、政治家失格です実際、はい、いや日本は特別なんじゃないかとかね、はい、日本は大丈夫なんじゃないかって思ってたら、甘いでございますよ、今の三橋さんの話を聞いてると、うん、それは甘いですね。だって日本の移民、外国人流入者数も滞在年比で 20% 増えてるもん、2016年、はい、安倍政権になって移民がどんどん入ってくるようになりました、はい、そうですよね、今だってね、今もう入ってきてるんですよ、これが10倍とかに来ますよ、下手したら10倍ですか、はい、考えなきゃいけないんですね、はい、今朝のコメンテーター、経済評論家三橋貴明さんでした。はい、エンディングです。 JA 全農秋田から美味しい大玉スイカプレゼント、当選したお二人発表です。亀さん当たりました、おめでとうございます。もう一方、キャベツ三郎さん当たりました、おめでとうございます。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。いやー、なんかこうね、夏というと怪談話っていうのがよくつきものですけど、はい、先ほどのおそらくラジオ気になった方も耳疑ったかと思うんですけども、てっきりその難民移民、そのヨーロッパに行っているものっていうのは、はい、まあ、内戦だとかシリアとか、ね、アフガニスタンとか、そうですね、イラクとかね、しますね、そういったものが収まれば、はい、まあ、難民ですから祖国に戻ると思ってるけれども、まあ、実のところは人口爆発、そうなんです、最近海渡ってる方々、ブラックアフリカの方々なんですよ、はい、中東の方じゃないんですよ、もうメインは、はい、いや、そのあたり非常に疎いんでね、しかもね、ほとんど若い男性が何十万って形で、もう自分の国にいてももう人が増えるばっかりで仕事もないと、だから移民ですよね、だからね、そうですね、もう完全に移民ですよ、移民ですよね、経済移民じゃないってことなんですよね、はい、てっきりまだ難民が多いのかと思ってたんだけど、移民なんですね、だからこれ IS がね、なくなっても、はい、多分終わらないんですよ全然、はい、だから本当に問題だなと思ってます私、はいはい、さて、こういうニュースがあります。これ日本経済新聞ですね。トランプ大統領はおとといホワイトハウスの広報戦略を担う、スカラムッチ広報部長任命
明から10日で解任しました。先月はですね、大統領報道官、大統領首席補佐官、そして広報部長、という主要のポスト3人が相次いで退任、ホワイトハウス機能不全に陥ったと出ていますね。まあ、1ヶ月で3人も退任ということは、明らかにこの何か内輪揉め、これが想定されるんですが、うん、トランプ政権大丈夫かと。トランプ政権ね、一応その反グローバリズム的な政策もやってるんですよ。はい、日本で報道されないんだけど、で当然それ系の方々とガチガチぶつかってこうなるのはもう分かってるんで、はい、だから、まあ、支持率が別に下がったところで大統領辞めなくちゃいけないって話でもないから、はい、そこは問題じゃなくて、問題より重要なのが話があって、あの9月にですね、例の、そのアメリカ連邦政府の債務上限、はいはい、これの期限が来るんですよ。だからそこでちゃんと議会の了承を得ないと、またまたですね、政府の窓口封鎖とかですね、馬鹿らしい状況になっちゃうから、なんでこんな法律やってるんでしょうね、本当にアメリカはね。またその状況が近づいてるんです。気がついたら来月じゃないですか。そう、来月末なんですよ。そっちの方が問題だと思う。こんなごたごたしてて大丈夫なんでしょうか。まあ、議会ですからね。はい。だから共和党がどれだけトランプを守るかどうかなんですけどね。でもこの前、オバマケアの改定もダメだったでしょ。ダメでしたね。ねえ。はい。オバマケア自体も簡単に直せない。要はアメリカっていうのは社会保障っていうのが日本のように国民皆保険じゃないから、はい、誰がやっても揉めるって話なんですよね。まあ、いい悪いはちょっと置いといてもね、なかなか大変な国ですね、アメリカっていうのは。そうです、ね。それにしてもこの債務上限をですね、毎回毎回議会で決めるっていうのはね、馬鹿らしいと思います。いつ作っちゃったんですか、ね。確かにウィルソン大統領がそのぐらいすごい古い話ですよ。でもそういうごたごたしているアメリカを見て、北朝鮮はじゃあどう見るか。そう。で中国はどう見るか。うん、もちろん。ですよね、はい、ロシアはどう見ているのか。逆にね、まあ、さっきも言いましたけど、じゃあ日本どうするんだっていう話なんですけど、ね、そうですね、まあ、日本としてはですね、やっぱりアメリカの傘の下にあると本当は属国ですよ、ね、本当強いですから属国ですよね、ということはやっぱり一人一人がもう考えなきゃいけない、うん、ということですね。逆にだからアメリカはもう頼りにならないという前提に勝った方がいいです、はい、もう頼りになります、頼りになりますけど、万が一ならなかった時に手の施しようがないでしょ、このままだと。ある部分頼りになるけど、はい、もうそうじゃない部分もという前提に立った方がいいですね、少なくとも、ね、前提だけは。はい、さて中国のニュースもありますね。インターネットの規制が厳しい中国なんですが、こんなニュースです。こちらも日本経済新聞。中国のニュースサイト大手などは4社ですね、今日までに合わせて1000件以上のブログなどのアカウントを閉鎖しました。中国メディアの大半、共産党の喉とした代弁者と位置づけられているため、国民の多くブログなどを情報収集の手段としています。中国国内のネット規制、これを回避するアプリケーションを利用できなくなるように取り締まるなど言論統制を強めています。今回のブログの一斉閉鎖もその一環とみられています。秋に共産党大会があります。5年に一度、言論統制を強化する中国当局の狙いが透けて見えるということですね。まあ、そのニュースでもお伝えしましたけども、習近平国家主席、昨日北京でね、創設中国人民解放軍の90周年の式典で、国家主席が領土の主権と海洋の権益を守る、こういった上で国家の分裂を容認しないと言ってるわけですね。いろいろありますね。いや、中国ってこういう国なんで、なんか日本でなんか言論統制がどうのこうの言ってる人たちいるでしょ、はい、日本政府とか、まあ、そんなのありました、当然あるんだけど、いや本当の言論統制の濃いんですよ。とりあえずもし私が中国にいたらですね、真っ先にブログ閉鎖ですね。めちゃめちゃ政権批判してますからね。平気でやってくるということですね、はい、中国にもしいてそういうことをやると、共産党に不利なものは全部潰すとやってくるわけですね。となると、比較すれば日本はまだ、うん、日本言論の自由ありすぎると思います。 ありすぎですか。はい、今朝のコメンテーターは三橋貴明さんでした。三橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。になるのかどうかなんですが、三橋さん、これいかがですか。属国ですね、本当にね。なんで交渉もしてないのに、はい、事前にこんなこと言うんでしょうかね、はい、最後の最後でね、これ譲歩するというのは分かりますよ、はいはい、ただもう事前に言っちゃうわけですよね。三橋さん、はい、忖度です。忖度です。アメリカの心を忖度してる、でもね、アメリカの心、アメリカ様の心を忖度してもね、日本何にもね、譲歩してもらえませんよ、絶対に、はい、で、これ面白かったのが、はい、その、まあ、アメリカの、その農業関係者の方々文句言ってるわけですね、はい、それに対して麻生財務大臣が、うん、いや TPP がもし批准発行していたらこういうのできなかったよと皮肉言ったんだけど、ということはそういうことじゃないかと、はい、もし TPP に入っていたらこういうセーフガードとかで日本の牛肉産業を守ることすらできないんですよと、麻生財務大臣は皮肉で言ったんだろうけど、はい、これが TPP の実態なんですよ、はい、だから日米 FTA なんかやったらもうこんなこと絶対できません、はい、だから日本の牛肉産業を守ることできなくなるんですよ、それでいいんですかっていう議論ちゃんとするべきじゃないんですかね、はい、まあ、中にはですね、二国間で折衝するんだから
これは残すべきだと思ってるかもしれないけど、残させてくれるはずがないじゃないですか。そこなんですよね。はい、他のものでじゃあいいよ日本と。まず TPP のラインが最低、情報ラインになりますから、もうその時点でセーフガードなし。はい、まあ、以前から三橋さんおっしゃってましたけども、はい、現実そうなってくるんですね。そうですよ。はい。はい。でもこれセーフガード見直しするんですかね。いや、だからやるんだったら最後の最後ってわかるんだけど、はい、なんでもう今言うんですかね、はい、本当に情けない。はい、はい。続いてはこちら。朝日新聞。原発新しく増設明記見送り。政府が3年ぶりに見直すエネルギーの基本計画めぐって、焦点となっている原発の新設新しく作る、あと建て替えについて明記を見送る方向となりました。今の計画、原発を重要なベースロード電源と位置づける一方で、新しく増設することについては触れていません。原発関連業界などから見直しで盛り込むよう求める声も出ていました。経済産業省、原発に対するこの世論の反発、根強いことなどから、新しく増設するという表現を盛り込むことは、時期尚早との判断に傾いているということです。この判断に関してですが、三橋さんいかがでしょうか。まあ、政治的にはそうなんでしょうけど、まあ、私が独裁者だったら盛り込めって言って終わりですけどね。はあはあ、はい、ただ現実はまあ、こういう感じにならざるを得ないんだなと思いますけど、とりあえず、とにもかくにも止まってる原発再稼働しないとダメですよ。はあ、どんだけ天然ガスと原油をボロボロ燃やしてるんですかって話ですから、今ね。はい。はい、一方ですね、現在ある原発について経済産業省は再稼働を進める方針です。廃炉を決めていない原発全国で42基あります。これまで再稼働したのは5基、これを2030年までに30基程度に増やせば達成できる計算だということなんですね。まあ、再稼働に対する姿勢ももちろん厳しいものがあります。再稼働を進めるというこの判断なんですが、はい、これどうなっていくのか。判断も何も他に選択肢ないと思うんですけど。あ、そうですか。はい、いや、例えば原発動かさなくても、あるいは天然ガスとか原油をバリバリ燃やさなくても、日本のベースロード電源が確保できるってならいいですよ。はい、その方法ないんで、他に選択肢ないですね。はい。バンバン燃やしていいじゃないかって人もいるんでしょうけど。まず日本の貿易赤字がそれで増えますね。あとは、それ、天然ガスとか原油っていうのは、これは、有効、要は、有限な資源ですからね。はい。で、例えば、原油とかお洋服とかにもなるんだけど、それを燃やしてるわけですよ、ただ日本は。はい。あ、そういう意味で、やっぱり原発。他にないですもんね。例えば核融合炉とかね、実現したらそれはいいんですけどね、はい、それに頼ればいいんだけど、もう他今は選択肢がないと思います。まあ一時はね、太陽光発電いろいろと話もいただいてますけどベースロードじゃないんであれはねえ、はい、現実はそうだって、現実は無理ですよね、ことなんですね。はい、続いてはこちら。読売新聞。教育無償異論相次ぐ。自民党憲法改正推進本部、昨日党本部で全体会合を開いて、党内で検討する憲法改正4項目のうち、大学などの高等教育を含む教育の無償化議論しました。安倍総理、高等教育の無償化に前向きな姿勢を見せていますが、会合では無償と明記する改正に反対意見も出ました。出席した人からは、法律で給付型の奨学金制度を設ければよいなどと、学生や保護者の負担軽減で対応すべきだという声が相次いだということなんですが、三橋さん、この高等教育の無償化、うん、いや、法律でやればいいじゃないですか。なんで憲法なんでしょうね。はい、本当にわからない。分かってるんですよ。要は多分こういうことなんですよ。はい、例えば憲法9条と教育の無償化を2本、憲法改正ってことで出すわけですよ、国民投票に。はい、で、それはバラバラ。例えば、憲法改正は丸ですか、罰ですかと。あ、憲法改正は9条ですね。はい、9条改正は丸ですか、罰ですか。教育無償化丸ですか、罰ですかってやると、はい、憲法9条の改正に罰つけたとしても、はい、教育の無償化に丸つける人は多いと思うんですよ。はい、多いですよね、多分。すると、その教育の無償化だけ通って、安倍総理はめでたく初めて憲法を改正した総理大臣ってことで名が残るんだけど、その反対側で憲法9条の改正が否決されちゃうから、もう50年できないですね。そうなったら、っていうような横島な意図があるんじゃないんですかと。じゃなきゃ、そうじゃないというのは、なんで法律でできるような教育無償化をわざわざ憲法に乗っけてくるのと言いたいですね。はい、以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。この時間、三橋さんにお話ししていただくテーマ、こちら。北朝鮮ミサイル問題に万全を期す日本。
この時間は北朝鮮のミサイル問題について伺います。先週の金曜日の深夜ですよね、土曜日に日付が変わるちょっと前でした、うん、北朝鮮が弾道ミサイルを発射して日本の排他的経済水域に着弾しました。三沢さん、この、はい、今回のミサイル発射、北朝鮮のどういう、うん、あのご感想ですか。あのアメリカでね、その安全保障を担当する、まあ、物理学者さんの計算によると、今回の弾道ミサイルっていうのは例のロフテッド軌道、軌道を描きまして、あの通常の軌道だと1万キロメートル飛行可能な性能だったと考えられると、するとアメリカの西海岸に届くんですよ、はい、ということで北朝鮮はしかもねミサイルをあの内陸部から、はい、で夜に発射するってことで、よくわからないようなアメリカがわからないところからアメリカの西海岸に届くミサイルを発射できますよっていう支援能力っていうのをアピールしたことになりますね、はい、まあ、これまでは昼間でしたからね。そうでした、これが今回夜ですから、うん、となると北朝鮮の狙いなんですが、はい、これも明らかで、北朝鮮の狙いっていうのはその冷戦期のアメリカとソ連の間で成立していたあの相互拡張破壊、はい、つまりいざあの攻撃された場合にはこっちも必ず攻撃しますよというようなそのお互いの認識ですね、はいはい、結果、核戦争起きなかったんですが、その潜水艦の8月2日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は若干眩しくなってきてるんですね、日差しが見えてまいりました。ただ雲は相変わらず上空覆っているという、一部から、その日差しが出ているのが浜松町です。ラジオ機のあなたの周りいかがですか。気温は 22.4 度、比較的涼しいですね、今日もしかし関東は雲が多く晴れ間があっても一時的です。朝晩中心に所々雨が降る見込み、まあ、ただ昨日のようにですねこのゲリラ豪雨とかゲリラ雷雨というものはなさそうです。日差しが少なく海からの東風、これが吹くために最高気温昨日より4度前後低くなるでしょう。東京都心で28度、横浜前橋27度、埼玉26度の予想です。平年と比べると4度前後低いでしょう、まあ、若干暑さ和らぎますね。東京地方今日は曇り、明日は曇りのち時々晴れ、そして、注意報を見てみますと濃霧注意報が千葉県の北東部、そして茨城県栃木県群馬県、あとは海沿い波浪注意報が茨城県の北部と千葉県の北東部に出ています。また大雨注意報が神奈川県東部に出ています。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。三橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝2時2分にね、はい、ありましたね、揺れがありました。東京も私なんか結構大きいぞと、なんか長かったんです。長かったんです。長かったんです。確かにそうですね、まあ、気象庁によると、今朝午前2時2分ごろ、茨城県北部を震源とする地震があり、福島県の白河市、茨城県水戸市、栃木県宇都宮市、千葉県柏市など関東地方の広い範囲で震度4の揺れを観測しました。東京23区でも震度3を観測しています。震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.5 と推定されています。地震による津波はありませんでした。東京電力によりますと、この地震による福島第一原発に新たな異常、これは確認されなかったということですね、まあ、この時間その2時2分というですね、まだお休みの方が多かったと思うんですけれども、改めてこの地震の備えってのは大事です。ラジオ機の方からいろいろこういただいてますね、ラジオネーム浦和のうなぎ日記さんという方からです。埼玉市にお住まいの方ですね。今朝の地震びっくりしましたね。うちは2階のトイレ水が出なくなり、1階は出るに出たけど、なんともちょろちょろで心細い。それが1時間くらい前からようやく勢いよく出るようになりました。埼玉市でもこんな状況なんだからと、震源に近いところの方が心配になりました。台風も近づいてくるみたいだし、改めて防災の準備が必要だなと思う、今朝ですと。あとはラジオネームくみちゃん、豊島区にお住まいですが、夜中の地震震度5くらいに感じました。認知症の父親は朝からパニックですと。あとはこちら越谷にお住まいの方ですね、ステイチューンさんです。昨夜の地震、実際の震度よりちょっと大きく感じました。震災2週間後に生まれた今年6歳の孫娘、怖いと言ってしばらく私の腕にしがみついていました。2011年に
生まれたというねお孫さんですね、怖いと言っていたということなんですが、改めて三橋さん、やっぱり地震の備え、あと台風もですがね、はい、災害には備えが必要ですね。そうなんです、うん、で当然民間もやるべきですけども、はい、政府もやるべきですね、やってないんです。はい、はい、やってません、やってません、まあ、それいろんな意味でやってない。マクロで数字減らしてるから、はい、だから当然例えば社会保障、マット出てきますけど、社会保障が増えるんだったら、はい、じゃあ防災削りましょうってやってるんでしょ、本当に、そういう国なんです、僕は。はい、まあ、これはあの、ね、以前からお話いただいてますけれども、はい、どこか増やすとどこか削るというね、う、財政収支というところをこう見て、プライマリーバランスですよね、はい、優先順位完全に間違えてるんですよ、今日本政府は。だけれどもね、この防災という面からしてみると、この30年で首都直下型地震が起きるのが 70%、はい、70%です。ね、南海トラフの地震だって同じ確率で起きると言われてます、はい、何かやっていかなきゃいけないとおそらくラジオ機の方も思ってるんですが、はい、これ国がやっぱり率先してやってくれないとね。そりゃそうですよ、だって使える額が違いますからね、私たちは数十万じゃないですか、はい、税で出せて、はい、で政府は数十兆円とか出せるんですよ、それで国民を守るっていうのができるのにやらないっていうことですね、はい、でそれが引いてはその経済にもつながっていく、うん、まあ、デフレですから、ね、はい、当然やるべきなんですけどね、そういう意味でもね、はい、まあ、それがなかなかこの動いていかないというのが現実のようですね。そうなったらですね、まあ、それで、我々はどうすればいいかって言ったら、少なくとも自分たちでできることはやっていかなきゃいけない。自分たちを守ることはできますよね、はいはい、でも共同体を守ることはできないですよね。そうですね、はい、という、でそこ部分っていうのはもう政府が出すしかないんですよ、はいはい、まあ、でも最低限やるべきことをやるしかないんですけどね、我々はね、はい、まあ、もう一日も早く政府も動いてもらいたいですけどね。その通りです、はい、はい、今朝もあなたの周りの情報をお寄せください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントはtera1134、 ハッシュタグは tra1134、 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より大玉スイカプレゼントします。当選者の発表はエンディングで、三橋さんね、あと加えてですけども、昨日ゲリラ雷雨とかゲリラ豪雨があって、はい、まあ、東京なんかでもこの下水ってのは50ミリ1時間に、はいはい、この雨量までは、まあ、許容範囲はあるけれども、うん、それ以上になると、例えばあの昨日神奈川だとか千葉だとかね、はい、もうマンホールの蓋が上がっちゃって噴水状態だとか、あれはだから1時間にそれこそ100ミリとか、はい、80何ミリとか降るとああいう風になっちゃう。だから全体になってないんで、はい、そういう部分の強化とかもしなくちゃいけないんですよね。そうですね、はい、まあ、それはお金はかかることはかかるけど、このところのその気象状況ってやっぱり雨変ですよね。そうなんですよ、雨変です、はい、ゲリラ雷雨っていうくらいで、うん、もう短時間にどしゃーですから、1時間100ミリとか降るわけですよね。そうです、はい、となったらそれに対応していく、やはりその下水ってものも強化していかなくちゃいけません。いけませんもんね、はい、はい、時刻6時7分です。文化放送おはようテラちゃん活動1倍超えました。まあ、正社員でですよね。そうそうそう、まあ、時計取り始めたのは正社員は確か2004年ぐらいからなんだけど、でも初めて1倍超えましたと。もう分かりでしょうけど、少子高齢化で生産年齢人口対総人口比率が下がってってんですよね、はい、それは、まあ、改善するに決まってて、でこれが終わっていない以上、我が国の人手不足っていうのは今後毎年深刻化していく、はい、ここがポイントです、今人手不足で大変だじゃ済まないんですよね。毎年深刻化していきます、はい、でもこの人手不足を移民じゃなくて、生産性向上、今いる人間一人当たりの生産量の拡大、そのための投資で埋めたとき、はい、日本はね、再びね、高度経済成長するかもしれない。ってぐらい絶好のチャンスなんですよ。なぜなら高度経済成長がまさに人手不足を生産性向上のための投資で埋めたから起きたから。そうかそうか、過去にそういう例があるってことなんですよね。全く同じ状況になるってことなんです。一人が働く、例えば私なら私が働くその効率化、うん、はい、ね、今だったら1とするならば、それが 1.2 とか 1.3 ぐらいこのね、仕事をこなすことができるのであれば、はい、まあ、それは機械の力を借りたりだとか、うん、技術の力借りたり、借りたりとか、はい、あと慣れ、慣れこれも重要なんですよ、ね、そうかそうか、そういったものでいくならばという、そういうことですことなんですね、はい、ただその経済的に今のまま落ちることなくいったとするならば、うん、そうするとこの有効求人倍率っていうのは、上がっていく、上がっていくでしょうね。さらに下がる要素が何もないと思いますね、失業率も 2.8% までまた 3% 切ったじゃないですか、はい、これ 2.3% までいきますよ、はい、で 2.3% ぐらいまで下がっちゃったらもう人を雇えない
って考えてください。経営者の皆さんは。ああ、完全雇用。その数字なんですね。はい。2.3。過去の数字で見る限りそうです。さて、その日本はですね、少子高齢化とかが要因で、まあ、人手不足、雇用の改善という状況ではありますが、うん、世界に目を向けるとどうなんでしょう。これ真逆になってるんですよ。はい。日本が、まあ、例えば人手不足になってますとか、雇用が改善してるっていうのは、これは少子高齢化という日本にしかない要因で起きている特殊事情なんですよね。はい。はい。で、なんで日本だけ？それは少子高齢化が日本だけだったから。はい。世界はね、逆で、人口爆発って問題を抱えてるんです。はい。で、例えば今、北アフリカからヨーロッパを目指す難民、移民の、玄関口は今、イタリアになっちゃってるんですよ。はい。ちょっと前までギリシャだったんだけどね。で、IOM、国際移住機関によると、今年に入ってから地中海を密航して、イタリアにたどり着いた難民移民の数が、先月25日現在で93,417人、はい、1年前と比べて5000人増加してる。増えてる。増えてます。はあ、まあ、ね、これだけいろいろ国がありますよ、ヨーロッパでも、はい、でもどうしてそのイタリアなのかということ、うん、イタリアにたどり着いた移民難民が増えているのかというところですよね。はい、少し前まで、はい、まずトルコからギリシャに渡って、でハンガリーなどを抜けてドイツに抜けるというバルカンルート、はい、これがメインだったんですけども、トルコが渡航規制してます。EU からの要請で。はい、だギリシャに入れないんですよね。というわけで難民はみんなリビアから、はい、地中海渡ってイタリアに行く、中央地中海ルートっていうのが今メインになっちゃってます。はい、で、2016年、昨年ですね。昨年、はい、中央地中海ルートでイタリアに渡った難民移民の数が、対前年比2割増の18万1000人、はい。20万人近い方から入ってます。はい。2割、だから、2割増えてる。2割増えてる。2割増えてるってことですよね。で、増え続けてるんですね、今。はい。で、さらに怖い話なんですけどね。今のリビアって、統一政府がないんですよ。はい。はい。つまり、取り締まりする人がいないんですよ。政府がないってことは、警察もないってことなんですよ。はい。ということで、リビアを拠点に移民や難民をイタリアに送り出すビジネス。うん、人を、売る、まあ、はっきり言うと売るってことですね。はい、人を売るビジネスが勃興しまして、うん、で、そのブローカーが大いに潤ってるわけです、はい。結構高いんですよ、これが。イタリアのメディアによると、その密航料金ね。はい、一人およそ22万円。22万円払って、イタリアに渡らせてもらうっていう、そういうビジネスですね。はい、で、しかも、みんなのゴムボートとか漁船にすし詰めにされて送り出されます。まあ、そういう、いますよね、その映像とかね。で、密航業者たちはもちろんその密航者のね、安全なんか何にも配慮しないんですよ、ね。はい。というわけで、転覆や沈没による死者が続発しておりまして、昨年の地中海における死者、行方不明者の数は5000人超えたんです。はあ。もう命がけですよね。そうです、ね。それでも20万円払って、で、ヨーロッパに渡ろうとするんですよね。よくグローバル化って言いますけど、はい、人物金のね、国境を越えた、その、うん、まあ、移民、移動とか自由化とか言いますけど、これもまさにそうですね。まさにグローバル化ですよ。まさにグローバル化ですよ。だから、はい、リビアが統一政府ないし。ないから政府の規制がありません。国境もないんですよ、だから今日は、はい。ということで、自由に市場でですね、みんなそのブローカー選択してお金払ってイタリアに渡るって形で人が移動するっていう。まあ、ある意味究極のグローバリズムですね。これどうですか？イタリアこのまま移民が増え続けることになるんですか？うん、これね、ちょっと怖い話なんですけどね。皆さんは今イタリアなりギリシャなりに難民が入っているのは、例えばシリアの内戦問題がメインの理由だと思われてますよね。はい、多分違うと。スプートニク氏ですね、ロシアの。興味深い記事載っけたんですけどね、はい。このままだと2065年までにイタリアの人口の 40% が移民になるそうですね。はぁ。で、原因はね、これシリア内戦とかじゃなくて、アフリカ大陸における人口爆発なんですよ。はい。人口増えちゃって、増えちゃって。で、アフリカの人口は、今世界の 9% なんだけど、今後100年で 25% を占めるようになるだろうと。はい。そうするとですね、逆にヨーロッパはですね、22% から 7% に減ると。するとですね、すいません、アフリカの人口がその 9% からその 40% に増えると。はい、世界の 40%。するとですね、もうその時イタリアの国内の移民数っていうのは国内人口の 40% を超えるのは間違いないと言われてます。そこの計算なんですね。はい。だけど今のお話ですと、その予想通りにいっちゃうと、シリアとかイラクでの内戦、はい、まあ、これが終わったとしても、移民難民の増加は止まらないと、ね。だから怖いですね。だから怖い。だから、日本の場合は、その少子高齢化によって、まあ、人手不足になっていって、まあ、有給求人倍率上がってますけど、はい、人口、これ人口構造によるもんなんで、政権が変わろうともね、続きます。はい。これ断言しますけど、それはそう、人口構造ってなかなか変わんないから。逆に、そのヨーロッパの人口の縮小と、アフリカの人口爆発っていう、この人口構造は続くわけですよ。はい。ということはですね、この、今後、ヨーロッパは数十年間、最低でも、はい、アフリカ大陸からの移民の流入に苦しめられることになります。だから毎年何十万人できますからね。はい。となるとですよ、現実、イタリアは何か、うん、
対策しなきゃいけないわけですよね。これね、落ち着いて考えてみていただきたいんですけど、はい、もしイタリアの人々がイタリア国民のイタリアってのを望むんだったら、はい、それは国境を閉鎖するしかないですよね、はい、でも、海からやっていくんですよ、はい、地中海越えて、どうしたらいいんでしょうね、移民船を追い返すか、もしくは撃沈するっていうような、はい、現代の価値観ではなかなか強要しがたい国家権力を使う必要があるんですけども、はい、できるでしょうかね、多分できないと思います、はい、ということで、今後イタリアには毎年何十万人もの移民が北アフリカから入ってくることはもう確定なんですよ、これ、はい、で、ある敷地中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。8月2日水曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。三橋さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー、ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、社会保障給付最高114兆円。国立社会保障人口問題研究所、昨日2015年度の年金や医療介護などの社会保障給付費が前の年度と比べて 2.4% 増えて114兆8596億円となり、過去最高を更新したと発表しました。高齢化の進展、高額な医療費の使用、これが増えたことに伴って医療費伸びたことが影響しました。分野別に見ると年金の給付費が 1.1% 増、54兆9465億、全体では 47.8% を占めました。医療費 3.8% 増、37兆7107億円、全体の 32.8%、 医療費の増加率、2013年度14年度の 2% に比べて大きくなっています。そして介護費 2.3% 増の9兆4049億円、介護報酬のマイナス改定に伴って過去最低の増加率となりました、うん、この114兆円という数字が出てきたんですね、はい、これ、うん、はい、いかがでしょう、ね、はい、まず、はい、ちょっと重大な事実を申し上げなくてはいけないんですけど、はい、この問題、社会保障が高齢化によって増えてきますよっていう問題、はい、これ問題からしたら問題じゃないんだけど、実は、ええ、この現象ですね、はい、この現象がその財務省の緊縮財政の大元にあるんです、はい、90年代にこれから高齢化で社会保障が増えるっていうのは明らかだった。当時はね、60兆円だった、はい、そろそろ倍ですよね。そうですね、そろそろ倍でしょ、こんなこと分かってたんですよ、花から、でもね、今も昔も日本デフレだったんだから、うん、政府が普通に赤字国債発行して支出していけばですね、はい、デフレにならなかったんですよ。あ、ところが、財務省がお小遣い帳の発想で、これから社会保障が増えると、まあ実際増えてるわけですね。はい、だからってことで、橋本政権の時に97年11月にですね、はい、財政構造改革の推進に関する特別措置法っていうのを、法律を作っちゃったんですよ。はい、それはね、まず社会保障の支出の増加を可能な限り抑制する。ほうほう、だから介護報酬削減とか言ってるんですよ、今。はい、で、それだけじゃないんですよね。プラス、その公共事業を、教育費、科学技術予算、防衛費、農林水産予算、それとエネルギー対策費、中小企業対策費、全部削れと。まあ、簡単に言うとそういう法律なんですよ。という、そういうバカなお小遣い帳発想の法律作って、緊縮財政やったから日本はデフレで、今頃本当は、GDP1000 兆円超えるところがですね、まあ、まだ500兆円っていうような、そういう貧困国家になっちゃったんです。だから、社会、多分ね、この最高114兆円って多分煽ってんでしょ、同時新聞は。はい、これが、まだしも増えてるから日本はそんなデフレにならなくて済んでるんですよ。だって支出、これは、例えば、この中の医療費っていうのを、医療費と介護費は、そのまんま GDP になります。はい。はい、で、年金も大体まあ、ほとんど使うんだろうから、年金受給者が、それも GDP になりますよと、はい、もしこれが例えば社会保障が50兆円だって言ったら、日本の GDP も50兆円ぐらい少ないですね。あ、なるほど、そう、要は経済とお小遣い帳違うんだけど、はい、多分これを聞いているリスナーの方々の8割以上も多分頭お小遣い帳だから、はい、社会保障が増えて大変だって言いたいんでしょうけども、そんなことはない、そんなことはないですよ、はい、だからこれが114兆円だろうがね、もう130兆だろうが150兆だろうが、もうそれはどうでもよくって、はい、でそれに対してちゃんと支出すればいいんだけど、はい、でも現実は抑制してるんですよ、これでもむしろ、それが問題なんですよ、むしろ、はい、はい、あとは消費税だってこれ社会保障費のために使いますっていうね、つまりお小遣い帳の
の発祥で社会保障が増えるから、はい、公共事業とか減らします、はい、もう愕然とするほど減らしましたと、プラス増税ってことで消費税が2回増税されたんです、はい、で、まあ、消費税蓋開けてみたら、はい、もう経済がね、はい、経済が失速してで GDP が減って、はい、で税収が減って16円と減りましたよね、見事にね、はい、そうすると結局赤字国債発行だ、国の借金で大変だっていう、もうわけのわかんないことやってるの、根本が間違えてるからなんですよね、はい、三橋さんの言葉を借りれば、だからお小遣い帳感覚で、そうです、国のこの財政というのを見ちゃいけないってことなんですね。当たり前ですよね。昔は家計簿だって批判してたんだけど、もう家計簿どころじゃない、お小遣い帳、うん、はい、これが財務省なんです。はい、その社会保障給付費ですけれども、国民が利用した医療あと介護などに対して国や地方自治が支払った費用のことです。で、主に税や社会保険料を財源として国民の自己負担を含んでいないということなんですね、まあ、ただ社会保障給付費の総額、統計を取り始めた1950年度以降毎年過去最高を更新している。ただこれは三橋さん、もう先ほどのお話で分かってたことだ。そうですよ、ってことなんですね。で、需要の拡大ですよね、はいはい、まあ、インフレの時はね、多分大変なことになると思うんだけど、デフレなんで、はい、この社会保障の拡大がまだしも日本の需要不足をちょっと食い止めてます。はあ、はあ、はあ、これはちょっと私も勉強になりました。でもよくよく考えてみたらそうでしょ、はい、そうですね、だってこれからますます高齢化してくるんですよね。いいじゃないですか。高齢化の皆さんには、高齢者の皆さんにはね、もうどんどん長生きしてガンガン金使っていただきたいんですよね。はい、なんかね、日本の高齢者の皆さん自身が高齢化を問題だと思ってるんだけど、逆ですからね。はい。はい、皆さん需要なんですからね。はい。いっぱいお金使ってください。はい、続いてはこちらです。日本経済新聞、牛肉輸入制限見直しも。政府は昨日アメリカ産などの輸入の冷凍牛肉の関税引き上げる緊急輸入制限措置、セーフガード、これを発動しました。今年4月から6月までの冷凍牛肉の輸入量が前の年の同じ時期より 17% 余り増えて、緊急の輸入制限を発動する基準を超えたとしたためなんですね。関税率およそ3割引き上げられ、従来が 38.5% だったのを来年3月末まで 50%に引き上げます。これを受けて麻生財務大臣、アメリカに対して14年ぶりに発動した牛肉へのセーフガードについて制度の見直しに言及しました。発動を見極めるまでの期間、今の最短3ヶ月から半年程度に伸ばす案、これが軸になります。まあ、今回のように一時的な輸入増だけでは発動しないようにするということで、秋に日米の対話、これを控える中ですね、アメリカからの批判をかわしたい思いも滲んでくると。日米経済対話の新たな火種ね、発射さん、弾道ミサイル、まあ、SLBM 含んで、予測不可能な箇所から西海岸や何東海岸に届くようなミサイルを発射できるってことを示すことで、それが盾になると。はい。はい。要はアメリカが、まあ、攻撃してきたら、じゃあやり返しますよっていうのをアメリカ側に認識させるっていう形で盾になるっていうような形の、まあ、ある意味、まっとうな戦略に基づいてやっていますよね。で、それに対して、その日本政府は何やってるのかなっていうのが本当にね、つくづく思うんですけどね。はい。はい、安倍総理、今年3月北朝鮮が4発のミサイル同時発射した時がありましたが、国民の安全確保に万全を期するというふうにコメントしてます、はい、他にも5月高度な警戒体制を維持し国民の安全確保に万全を期す、はい、28日先月ですね、国民の安全の確保を第一に万全を期したい、はい、万全を期す、万全を期す、毎回毎回万全を期すって言うんですけど ね、 そうですね、万全を期すというのは、はい、落ちや抜かりなどがないように完璧に備えることを意味しています、はい、で、一体全体ね、その日本が北朝鮮からのミサイル攻撃に対してね、うん、国民を守ろうとした時に、その落ちや抜けがないようにね、はい、完璧に準備することなんかね、できるんでしょうかね。あ、できるはずがないんですよね、できるはずがない、はい、で、総理はその万全を期すっていう、まあ、要は抽象論でごまかしてるわけですよ、うん、なぜなら万全を期せないから、はい、日本は万全を期すことできません、はい、というわけで、むしろね、日本国は、つまり私たち日本政府は、私たちも変だけど、日本政府は、はい、日本国民の皆さんを守るために万全を期すことはできませんというふうに事実を国民に説明するべきだと思います、だって事実だもん、はい、はい、それが事実ということなんですよね。あと、北朝鮮に対するアメリカの対応にもですね、注目が集まってるんですが、はい、こちらいかがですか。アメリカ空軍はですね、先月、まあ、7月の30日に、はい、その28日のミサイル発射事件を受けまして、朝鮮半島の上空で戦闘機2機を飛行させたと、はい、いうことを明らかにしていますね。で、アメリカ太平洋空軍の、テネンス、オーショネシー司令官は、はい、北
北朝鮮は地域の安定にとって引き続き最も差し迫った脅威だと、要請があれば任意の場所とタイミングで迅速かつ壊滅能力のある圧倒的な力で対応する用意があるとコメントしています、はい、もちろんこれホワイトハウスの指示なんでしょうけどね、はい、まあ、ただですね、そのアメリカトランプ大統領なんかすたもたもしてますしね、うん、あとはその北朝鮮まず胃の一番に批判するかなと思ったら中国に大変失望していると言いますね。 それはまあだから4月の、その米中首脳会談で、はい、習近平国家主席に直接話して、はい、で北朝鮮について何とかしてくれと、その代わり中国の例えばね、中国に対する為替操作国認定とかはやりませんという、はい、その飴を出してそれで働けっていうふうに、教えて叩いたわけですよ、実際何もやらないですよね中国、はい、ということで、まあ、それは失望してるでしょうけど、鼻から分かってた話でしょ、そんなのはと、中国はできませんから北朝鮮のコントロールは、少なくとも習近平政権は、はい、はい、となると今後どうなっていくのかですね。どうなってくるか、私ね、この北朝鮮問題が出るたびに、はい、その例えばアメリカはどうすんだとか中国はどうすんだって話が出るけど、うん、まず胃の一番に考えなくちゃいけないのは日本がどうすんだだと思うんですよね、はい、うん、ということで私は早期にですね、総理大臣に、安倍総理に、はい、我々日本政府は国民を守るために万全を期すことはできませんと説明して、はい、だったらどうすんですかと、例えば敵基地反撃能力を保有しなくちゃいけないんじゃないですかとかね、あるいは核武装を議論する必要があるんじゃないですかっていうような、そういう真っ当な対応をしてほしいんです。はい、はい、もうだからそれができないから、いや万全を期す、万全を期すって言ってるわけでしょと、はい、言葉の上での安心、完全な抽象論で、じゃあ万全を期すって具体的になんだって、なんでマスコミは問いかけないんでしょうね。そんなものないんです、そんな方法は、はい、また後ほどお話をお伺いします。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済評論家三橋貴明さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、安倍総理明日内閣改造、あと党役員人事を行います、小野寺元防衛大臣を防衛大臣に起用する方針を固めたというニュースが入ってきています、はい、まあ、文科大臣、文部科学大臣として大臣経験者の伊吹元衆議院議長に打診したんですが、固辞された、まあ、断ったということですね、うん、総理の打診固辞する動き、これが表面化したことで総理が狙う局面打開の勢いが削がれる可能性もあると、まあ、これ朝日新聞なんですが伝えています。まあ、今回明日内閣改造なんですが、やっぱりこれポロポロ出てくるもんなんですね。出てきますね。ねえ、私は個人的にはその小野寺さんについて、はい、なんで防衛大臣外したのかなとずっと思ってたんで、はい、はい、これは、はい、真っ当な人事だと思いますけど、でもいずれにしてもね、はい、もう支持率が 20% まで落ちてるわけですよね、はい、で 20% まで落ちた内閣が 50% とかまで戻した例っていうのは小渕内閣だけなんですよ、過去の例が、他に例がないの一切、でなんで小渕さんが戻せたかというと、はい、大々的な財政拡大やったからなんですよね、はい、デフレ対策ってことで、で本当に総理がもっと長期政権やりたいんだったらもう財政出動に踏み切るしかないですね手は、ただそのためには例のプライマルバランス黒字化目標っていうのがですね、ずっと壁になっちゃってるから、はい、あれ外さないと話にならないですね、はい、だから誰がどういう閣僚で内閣人事にしたって同じです。はい、はい、どうしてもどうやったって PB 目標ってのは外さないと、だって基本的に政策ってのは予算ですよね、はい、でその予算的に制約があれでかかっちゃうんですよ、何やるにしても PB っていうのが立ちはだかります。プライマリーバランスというのが立ちはだってくるということなんですよね。まあ、閣僚はですね、これまで総理が骨格と位置づける麻生太郎副総裁兼、財務大臣、副総理兼財務大臣、あと菅官房長官、岸田外務大臣、世耕経済産業大臣、この留任が決まっているということですね、うん、はい、麻生さんが財務大臣に残るってことは、はい、その PB 黒字化路線は維持するってことでしょ、はい、ということなので、まあ、まず上がらないな支持率はと思います。そういうことなんですね、はいはい、さあそれではここからはですね、三橋さんにこのテーマでお話しいただきます。人口問題から考える日本と世界、厚生労働省が先月28日に発表した日本の有効求人倍率、前の月と比べて 0.02 ポイント上昇、1.51 倍となりました。この数字、仕事を求めている人に1人に対してですね、求人、仕事がですね 1.5 あるわけで、仕事を選ばない限り 100% 就職できるということになります、はい、三田さん、これはまあ非常にいいこと、ね、1.51 っていう有効求人倍率、はい、つまり求職者1人に対して 1.5 仕事があるってことですね、はい、これがどれぐらいすごいことかというと、バブル期で 1.4 だった、
はあ。それ上回っちゃってるんですよ。そんなに景気かっていう話だと良かないんだけどね。はい。しかもね、正社員に限った有効求人倍率も 1.01 倍と、統計史上初めて